はい、小豆島町議会議員三木隆の週一動画パート161ということで161週目いきたいと思います。まあ先週に引き続いてですね、まあちょっと選挙の動きがこう活発化しているので、まあ少しね選挙の内容のことをここで、発信していきたいなというふうに思います。はい、内容としてはですね、はい、行政施策の失敗は誰が責任を取るのかっていうことですね。行政施策の失敗は誰が責任を取るのか、ちょっと考えてみてください。施策のね、行政施策の失敗は誰が責任を取るのかっていうことですね。はい、どうですか、考えましたでしょうかね。まあ答えはですね、さっとちょっと出さんのですけど、まあね、何回もね、僕この最近三角形多いよね、これね。出しますけど、まあ二元代表制の、まあ形なんですけど、まあ行政のね、ピラミッドの中の町長っていうのも、こう選挙で選ばれて、議会の議員もね、選挙で選ばれて、その選挙で選ばれた議員の中から議長をね、この選挙で選ぶっていうね。で、それぞれね、町長と議会っていうのは持ってる権限が違うくって、まあ町長はね、基本提案をして議会が議決する、まあ承認するってことですね。で、初めて執行ができると。で、町長は当然ですけど、提案した内容が議決されたのであればちゃんと執行しましょうと。で、議会としては議決した内容がしっかりとね、執行されているのか、そのチェックをしましょうということで、まあ持っている、ね、権限がそれぞれまるで違うと、極論で言えば真逆のね、権限を持っているのがこの二元代表制っていうシステムで、だからこそね、行政施策の失敗は誰が責任を取るのかっていう、その答えに関しては、住民なんですよね、これね。もうこれはね、町長であったり、議会の議員とかね、議長であったりっていう発言、まあ答えっていうのもあるのかもしれないんですけども、私はね、これでも完全に住民やと思ってます。っていうのが、町長もそうなんですけど、議員もそうなんですけど、まあ辞めたらしまいやし、次ね、立候補しても落選したらもうその段階で終わるんで、責任っていうものに関しては一切取らなくてよくて、まあ薄くね、皆さん、住民の皆さん一人一人が結果的に責任を取ることになるっていうことを、理解しておいていただきたいなっていうふうに思うんですよね。もう一回言います。行政施策の失敗は誰が責任を取るのかっていうと、あくまでこれ私の考えですけどね、誰が責任を取るのかって言ったら、町長でも議会の議員でもなくて、住民皆さん一人一人が結果的にね、現役世代の人たち、それから将来世代の人たちが結果的に責任を取ることになるので、選挙って大事なんですよ。誰を選ぶかっていうのがめちゃくちゃ大事なんで、私はね、どっちかというとね、こう地域でこの人を押そうっていう意味で、こうその人をね、投票するっていうのもまあ一つなんですけど、できたらね、皆さん一人一人が候補者それぞれの、チラシとかをね、見ていただいて、この人はどの方向にね、進もうと思ってるのか、具体的に何をしようとしてるのかっていうところを判断基準ね、皆さんの考えと同じかどうかというか、同じかどうか、もしくは、こういうのに期待するっていうね、そういう意味を込めて、しっかりと皆さんが見て投票していただくっていうのが、本来の、選挙、いい選挙って言うたらよくないかもしれんすけど、まあ、あり方、本来の選挙のあり方なのかなというふうに私はね、思ってます。で、それはね、やっぱね、なぜそうかというと、やっぱりね、行政施策の失敗の責任を取るのが、住民皆さん一人一人だからなんですよ。ここをね、しっかりと分かっといてほしいなっていうふうに思いますね。自分たちの世代が責任を取るっていうことももちろんそうなんですけど、将来世代ね、その将来世代、自分の子や孫にもその責任を持っていくっていうことにもなりかねないので、選挙ってめちゃめちゃ大事やから、皆さんね、しっかりとね、今からでもね、まあ今本当に選挙の動きが始まってるところなんで、それぞれのチラシとかね、めちゃくちゃ集めやすいんで、僕も実はね、隣町の、都の小町長選挙がね、去年12月の末にあったんですけど、実は全部の候補のチラシを、
見ました。いただきに上がりました。選挙事務所とか行って、ちょっともらえませんかとかね、恥ずかしかったんですけど、行って見させてもらいました。投票権ないけどね。でも、それぐらいして、それぞれの候補がどういうことを考えてんのか、どういう内容のことを書いてんのかって見るんで、めちゃくちゃ勉強になるし、めちゃくちゃね、本当にこの人を真剣に考えてんのかなっていうところも、若干見えたりするところもあるので、皆さんもぜひね、選挙って本当に大事なので、それぞれのチラシをしっかりと集めていただいて、誰に投票するのかっていうのをしっかり決めていただけたらいいなっていうふうに、思います。本日は以上です。どうもありがとうございました。